海と日本プロジェクト in 秋田県。おはようございます。佐藤優美です。にかほ市にやってきました。秋田もまだまだ暑いですよね。暑い時には海や川に行きたくなります。しかしそこで気をつけたいのは水難事故です。今回命を守るための海の備えをご紹介します。日本財団では海を安全に楽しむための海の備えシンポジウムを開催しました。水難者数は年間およそ1600人、死者・行方不明者数はおよそ800人、発生場所のおよそ8割が海と川で20年間ほぼ変わっていないとの結果を発表しました。またライフジャケット着用の有無で生存率が2倍以上の差があると言われていますが、動きづらい、ダサいといった理由であまり普及していないそうです。最新情報を取り入れて水難教育を普及させる、状況に合ったフローティングアイテムを使う、過去のデータを分析・共有し社会全体で事故を防ぐ仕組みを作っていく、こうした多面的な対策の必要性が重要ということが分かりました。今回6月末にオープンしたにかほアウトドアベースのモンベルさんにお邪魔し、フローティングアイテムについてお聞きします。モンベルにかほ店は秋田県にかほ市の道の駅木坂田ネムの丘エリア内にある東北最大級のモンベルストアです。4400種類、約4万6000点もの商品が並べられています。モンベルにかほ店店長の湯本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フローティングアイテムについて教えてください。はい、モンベルではカヤックやカヌー専用に開発されたフローティングジャケット、通称ライフジャケットを取り扱っております。はい、でカヤック、カヌー用に開発されたものですので、非常に体が動かしやすいような構造で開発しておりますので、ぜひ来ていただければと思います。実際に今着てみてもいいですか？はい、ぜひどうぞ。モンベルで開発をされてるんですね。そうですね、パドルスポーツ全般アイテム開発しておりますので、その一環でこちらのライフジャケットも開発しております。下も、はい、ありがとうございます。はい、よりこれで体にフィットしたところで、はい、これは、はい、その人の体型に合わせてここで調整することができるんですか？そうですね、もういろんな体の大きさに合わせて、まあ、選んでいただくのとフィッティングしていただくということが重要になってきます。今なんか本当にここをキュッとしただけで体にフィットしました。そうですね、はい、あと腕も結構動かしやすいような、あ、はい、そうですね、もう全くこう当たる感じもなく、うん、自由自在に腕が動かせます。そうですね、はい、ただ着るだけではなくてしっかりとフィッティングすることによってこう水の中でもスポッと脱げたり、はい、そういったことを防ぐという意味もありますので、脱げてしまったら大変ですもんね。はい、このサイズは大人用ですけれども、はい、サイズ展開はどうなってますか？キッズ用の商品も展開しておりまして、はい、サイズ感が可愛らしいです ね、 ですね。小さいものですと85センチの身長のサイズから155センチまで対応できるように商品ラインナップしております。体の大きさに合わせて適切なサイズ選んでいただけるようになっております。カラーは？そうですね、大人用もいろいろカラーバリエーションをご用意しておりまして、はい、まあ、比較的自然の中でもこう目立つような色を使っているものが多いです。いや、こちら命を守るために必要ですよね。そうですね、泳ぎが得意な方でも波のある海ですとか流れのある川ですとやはり溺れてしまうことがございますので、こちらライフジャケット着ていただければしっかり首から上が海上水上に出ますので溺れることがなくなるかなと思います。なんかもうすごいフィットしてとても軽くて着心地がいいので、うん、なんかもう今すぐにでももうアクティビティに行きたいような気持ちになってるんですけど海もすぐそこです、ね、海や川で安全に楽しく遊ぶためには適切なフローティングアイテムが必要です。今回私もカヤック体験をしました。早速着替えました。それではカヤックを体験しに行ってみましょう。にかほ市の海でカヤック体験は初めてなのでとっ
っても楽しみです。なんとか前に進めるように頑張りたいと思います。今日は天気が良くて最高ですね。右つけて左つけてを細かく繰り返していただくと徐々にスピードが落ちてきますので、はい、もう座っちゃったら、楽しかったですか？楽しかった。海入ってる、朝に聞いて帰る。本当に一緒に行ってみる？カヤック体験後は海に入りました。ライフジャケットをつけて海に浮かぶと大きな安心感がありました。締め付けで苦しくなることもなく、自然に浮いてくれる気持ちよさに感動しました。しっかり体が浮いています。足の先まで見えるくらい。泳ぐの好き？好き。いいね。海での遊泳や川遊び、釣りをしている中での事故が多く発生しています。気象海象情報を確認し、海岸や河川の状況をしっかり観察して、用途に合わせたライフジャケットの着用など備えを徹底して、安全に海や川を楽しみましょうね。海と日本。